太田市新井町にある麺の助さんに来ています。大大大大大人気店です。おすすめにもあり、私も気になっていたお店です。今日も混んでますね。楽しみです。店内は小上がり席にカウンター、テーブルもあるよ。混んでて取れないメニューです。お、ランチがお得、テイクアウト充実しています。木曜日に来たので半額ラッキー。全体的にメニュー多いですね。醤油、塩、味噌があります。トッピングもいいですね。餃子がとにかく美味しいので食べます。ご飯物も行きたいな。卓上は餃子の味変、麺の助餃子420円。ドルリン、まず第一声でけー。しかも超うまそうじゃなくてうまいんです。冷凍餃子を前に食べて感動したのを覚えてます。楽しみです。それでは見てみましょう。ずっしりくるね。これこれ、皮は厚めで美味しそうです。美味しそうじゃなくて美味しいんです。それでは割ってみましょう。表面サクッと箸が入りました。あん、すごいな。なんてボリュームだ。それではいただきます。あ、このライスはちなみにライスタイム中は無料。いや、うまい。自分で焼くよりお店のがいいね。ニンニクがっつり食べた気がします。お米進んじゃう系の餃子。餃子丼とかあれば食べたいな。あんはたっぷり、あんの下味も美味しいです。私はこの餃子すごく好きです。これー、一口チャレンジ、ガブリ。まあ無理だよね、でかいもん。一口で食べると肉汁まで口にきて素敵です。お米と合う餃子は好きです。箸が止まらないはずだ。ガブリ、もう一丁ガブリ。 C セット970円。ドロリン、まずチャーシュー丼が着丼です。チャーシューめっちゃ美味しそう。ご飯見えないぐらいのチャーシューですね。上のネギもたっぷりです。もやし付き。チャーシュー見てみましょう。この油のキラキラいいですね。お米の上には海苔です。これミニなのっていう感じですね。お米もなかなかの量があります。そしてお米は美味しそう。メンマも一緒に入ってるの嬉しいですよね。なんか得した気分だな。それではいただきます。柔らかいわ、うまいわ。タレが濃くてお米も美味しい。ご飯にとてつもなく合うよ。メンマとネギも一緒にガブリ。ネギでお口はさっぱりする感じ。ネギと絶妙にマッチしてます。チャーシューはホロホロで形が、厚めも結構あるし好きです。たまらんらんね。美味しそうでしょ。美味しいの。はい、ラーメンも来ましたよ。これがあの人気のラーメンです。ラーメンは初めて食べます。もともと味玉乗ってるのが嬉しいです。スープはどうかな。しっかり色のついたスープ。麺はどうかな。なんだこの麺は、もちもち系だ。それではスープからいただきます。お、スープ優しめ。麺はね、これがねめっちゃ好きなんです。太めの麺が食べ応えがあってもっちもちしてるんですよね。麺好みだわ。チャーシューも2枚入りとは驚きです。やっぱりトロチャーだね。この油美味しいんですよ。味噌ラーメン820円。ドロリン、私は珍しく味噌にしたよ。野菜がドカーンと乗って
見た目のインパクトがすごいです。スープは並々の量。こちらも味玉付きでラッキー。スープはどうかな。いい色だこれは。麺はもちろんあの麺です。見てわかるかな。麺がもうとっても素晴らしいんですよ。それではいただきます。お、こちらも優しめの味だ。うまい。麺はもうやっぱりね、好きです。味噌にすごく合います。この麺、麺も結構長いんですよね。相方と話したのは、麺の量すごいねって。このボリュームはお昼には20分です。ラーメンとはスープも大事だけど麺も大事なんですよね。こちらの野菜は具材何かな。もやし、人参、ニラ、お肉です。上には生のネギが乗っています。味噌にはこういう肉いいね。それではいただきましょう。やさがぶ。おお、これは炒めてあるな。メンマもがぶり。そして味噌といえば細かいお肉。柔らかくて美味しいね。あーもう本当に麺美味しい。黄身が最高火加減です。最後まで味玉は残す派。たまんねー。餃子ごちそうさまでした。シーランチごちそうさまでした。味噌ラーメンごちそうさまでした。それでは振り返りです。もうね、コムリュウ分かりました。ボリュームのパンチ系餃子にもっちもちの麺。次はチャーハン食べたいな。本日はごちそうさまでした。